皆さんこんにちは。ドラゴンクエストモンスターズ3はやっておりますか？どうでしょうか？まあ、多くの方がやっているんじゃないかなと思っているんですが、今日の内容としましてはですね、4体配合、なんとですね、こちらが存在するといったところで、具体的にですね、どういうパターンが現時点であるのか、いくつかですね、そちらについてご紹介できればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速ですね、中身の方を入っていきましょう。で、内容なんですが、まずこちらですね、画面を見てください。二次クジャク、ギャスモン、ミミック、スライムジョーカー、こちらがですね、現時点で発覚しておりまして、それぞれですね、4体配合のレシピが、こちらに記載がございます。まあ実はそこまでですね、難しくはないといった位置づけとなっておりまして、ミミックに関しては、ね、イメージ通りって感じですよね。いやー、ミミックも今作出てきますよ。で、スライムジョーカーであったりとか、ミミックであったりとか、ギャスモンだったりとか、いずれのモンスターにおいても、かなり強力なんですが、こちらに基づいて、配合していただければ、簡単に作成が可能となっておりますのでぜひ皆さん、こちらに基づいて、配合されてみてはどうでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな感じでしょうかね。いやーけどそれにしてもね、このゲーム4体配合であったりとかで、配合もね、結構複雑になってきているので、大変ですよね、覚えるのが。あとはなんか意外なね、配合ルートとかもあるので、そういったところもね、見つけていくのが、このゲームの面白いところかなと思いました。まあそんな形となっておりますので、まあ4体配合が普通に可能な件について、今回は取り上げさせていただきました。まあやはり体験版ではですね、できなかったんですが、いざ製品版出てみるとできるといったところで、今のところはいくつかパターンが、判明していますが、あとキングスライムか。キングスライムはね、なんか過去、4体配合で、できたんですが、今回はね、できないっぽいんだよね。できるんかな？多分できないと思うんだけど、ちょ、できるかわかりますかね？あと、メタルキングの作り方とか、もしご存知の方いたら、ぜひね、ちょっとそこのところも教えていただきたいんですが、まあ、多分できないよね。どうなんだろうか。まあ、いや、そういったところでぜひね、ちょっとそこも含めて教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。はい。いやーけどね、4体配合で結構大変だからね。まあなんだかんだ2体配合がね、安定してますよね。よいしょ。で、両親決定で引き継いでいきましょう。よいしょ。よいしょ、配合しましょう。いや、大変だね、配合。皆さん、配合はやってますか？これさ、なんかおすすめ配合みたいなないんかな？なんか一括配合みたいな。勝手になんかやってくれるみたいな。さすがにないか。ライザーアトリエみたいな感じで。これ結構ね、なんかモブのやつもやらないといけないから大変じゃないですか。結構大変っすよね。そう、それなんだよな。どうにかならないかな。もうちょっとなんかこれ簡易的にできればありがたいんだけど。だんだんめんどくさくなってくるな。まあ、とりあえずレベル10になった時点で、やっていくといった形で、スキル割り振っていきましょう。スキル割り振り、結局なんかどういったねやつがいいんだろうね。スキルはいつも迷うんだよな。で、ドラゴンソウルが必要ですと配合しましょう。だと今のところは4体配合は、確認取れておりますが、まあ、逆に、4体配合以上はやはりないですと。で、今作はですね、結構仕様の変更が多々あるんですが、正直ね、配合の部分については、なんかその配合のパターンといったところは、やはりね、過去作と、異なるところが多々あるんですが、他のところについては実はそんなにないんですよね。そう。それなんだよな。で、あとは、どうしましょうか。スカルライダー。スキル割り振りで、
これでいきましょうか。配合しましょう。いや、ひたすら配合だね。さあ、ひたすら配合していきましょう。で、シーホースからシーホースを作っていくと。ちなみにシーホースめちゃくちゃ強いからね。なんか、今回やってみて思ったけどさ、なんかあんまりなんかランクによるその能力差みたいなところって、なんか昔ほど顕著じゃないよね。なんか圧倒的に強いとか弱いとかあんまりない気がするわ、やってて思ったんですが。まあ、あくまでこれ個人的な見解ですが、なんかあんまりないよね、そういったところを。ね。良くも悪くもって言った言い方が正しいでしょうか。どうしようかな。これかな、スキル割り振り。で、これでいきましょう。配合と。で、まあ、ひたすらこれをね、繰り返していくっていう。で、スカルガルを作りましたと。で、あとね、結構その中級とか上級に行かないと、結構その高ランクのね、ノラのモンスターがあまりなくて、まあ初級とかであればマックスなんか、まあ E も一応いるけど、F が割と上限になってきてるっぽいですね、今やってると。なので、いかに早く進めることができるかっていったところがね、一つポイントになってくるのかなと思いました。さあ、とりあえずね、ちょっとやっていきましょうか、ガンガン。よいしょ。で、両親決定と。で、ひたすらこれをね、繰り返していきましょう。これ飛ばすことできねえんだよな。なんかこれ設定で飛ばすことでもしかしてできます？ちょっとできるんだったらちょっと誰か教えてほしいんだけどさ。多分できないよね、これ。なんか配合の時間だけで結構ね、取られちゃうから。で、割となんかこういったモブ系だったら適当にやっちゃってもいいからね。考えるのがめんどくせえんだよな。スキル割り振りで。はい、これで、これで、よいしょ。両親決定で、やっていきましょうか。よいしょ。はい、ってことで、外ことを作りました。で、これに、あれなんだ、特定のパターンじゃなくて F で F を掛け合わせても E にならないんだよな。まあ、D とか C とかもしっかりなんですが、運ゲーがね、使えないのがちょっとあれですよね。めんどくさいところであるな。で、まあ、ひたすらですね、繰り返しているわけですが、ちょっとこれもですね、やっていきの、やっていきので、よいしょ。皆さんは配合どうしてます？全部レベル1にしてます？これどこかのタイミングで。結局なんかこれが一番いいんだろうね。今やってて思ったけど。はい、ってことでお疲れ様でした。